バーベルスクワットスクワットは、ウェイトトレーニングの基本的な種目で、ビッグ3の一つ。直立した状態から、膝関節の屈曲、進展を繰り返す運動で、下半身、特に大体4頭筋、硬い3頭筋、大電筋、中電筋などの筋力アップ、筋肥大に大きな効果を持つ。スクワットには、膝関節の曲げ方により、以下のバリエーションが存在する。 自身の体重で行う最もノーマルなスクワットその他に使用する道具によりバランスボールスクワットこれ以外にも様々なバリエーションが存在している日本では下半身を鍛えるトレーニングとして伝統的にうさぎ飛びが行われてきたがその弊害が明らかになり次第にスクワットにとって変わられるようになった下半身運動の王様とも呼ばれる基本中の基本運動であり そのバリエーションも多彩な運動であるが、ここでは最もノーマルで、トレーニング器具も使用しない、ハーフエアスクワットのやり方を述べる。リラックスして直立し、肩幅程度に足を開く。両手は体側に軽くつける。バランスを保ちつつ、息を吸いながらそのまま膝を曲げて腰を落とす。この時かかとを上げて腰を落とさないように注意する。上体をできる限りまっすぐに伸ばし。 背骨のアーチを意識して保つこと。猫背になると腰などの故障の原因になる。ももと床が平行になるところまで腰を落とし、できればそのまま1秒程度キープした後、息を吐きながら膝と背筋を伸ばし、腰を上げる。1から3を繰り返す。1回の動作にかける適切な時間は、運動目的により様々だが、あまり急激な動作は、膝の人体帯などに損傷を与える。 可能性があり、好ましくない。また、ハーフ以上のスクワットを行うとき、足首の硬い人はどうしてもかかとが地面から浮き上がってしまい、アキレス腱などに過剰な負荷がかかってしまう。このようなときは、ダンベルプレートなどを敷き、その上にかかとを乗せるようにする。プロレスラーが、足腰の訓練法としてやる腕を前後に振りながら、下まで下ろす自重スクワット。プロレスラーは1000回。 多い時は2時間以上かけて3000回もやるが、力を抜いて下ろし関節がぶつかった反動で立ち上がるという筋反射のない動作の繰り返しになるため、膝関節を痛めやすく、筋力アップには不向きである。有酸素運動と大体4等筋のストレッチとしては有効である。また、近年ではスクワットをやる際には膝を前に突き出さないことを強く推奨されているが、 ヒンズースクワットは膝を大きく、前へ突き出すフォームになるため、膝を痛める恐れがあるため注意が必要。最もポピュラーなスクワット。フルボトムで行うと、ハムストリングスと大電筋への負荷が強くなり、クォーターで行うと、大体四頭筋への負荷が強くなる。ハーフはその中間の効き方をする。バーベルにスクワットパッドを取り付け、双棒筋に当てがう。 両手の肘が90度になる手幅でバーを持つ。リラックスして直立し、肩幅程度に足を開く。息を吸いながら、膝を曲げて腰を落とす。上体は自然なアーチを保ち、背中を丸めないようにする。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。バーベルとほぼ同じ。フルボトムで行うと、ハムストリングスと大電筋への負荷が強くなり、クォーターで行うと、 大体四頭筋への負荷が強くなる。ハーフはその中間の効き方をする。バーにスクワットパッドを取り付け、双胞筋に当てがう。両手の肘が90度になる手幅でバーを持つ。リラックスして直立し、肩幅程度に足を開く。息を吸いながら、膝を曲げて腰を落とす。上体は自然なアーチを保ち、背中を丸めないようにする。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。 二から三を繰り返す。マシンの軸よりも前の方に立つと、ハックスクワットのような効き方をする。足幅を左右のかかとがつくぐらいにして、つま先を少し外に開くと、だいたい四頭筋の外側抗菌の上から真ん中あたりにヒットする。ハックスクワット、編集バーにスクワットパッドを取り付け、相棒筋に当てがう。両手の肘をたたんで手を組む。だいたい四頭筋を鍛えたいなら、 両足を閉じ、内側後菌や内転筋に刺激を入れたいなら足幅を広めにする。足幅を調整することでさほど考えなくても自在な箇所に刺激を加えることができる。息を吸いながら膝を曲げて腰を落とす。上体は自然なアーチを保ち、背中を丸めないようにする。息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。チューブの両端を持って直立し。 肩幅程度に足を開く。息を吸いながら膝を曲げて腰を落とす。状態は自然なアーチを保ち、背中を丸めないようにする。息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ベンチやバランスボールや台から少し離れた位置に立ち、片足の甲をベンチやバランスボールや台に乗せる。息を吸いながらまっすぐ前方を見て反対側の足を曲げていく。 この時、つま先の向きと膝の向きは同じ。大体が水平になるまで足を曲げたら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。反対側も同様に行う。バランスが取りづらいが、慣れるに従って安定してくる。大体4頭筋に効かせたい場合は、ベンチに近い位置に立ち、上体を起こしたまま行う。大連筋とハムストリングスに効かせたい場合は、 ベンチから遠い位置に立ち、状態を前傾させて行う。自重の大半が負荷になるきつい種目だが、負荷が足りなければ、バーベルやダンベルを加重して行う。リラックスして、片足で直立する。片方の足の甲を後方に置いたベンチにかける。やり方もある。息を吸いながら、膝を曲げて腰を落とす。息を吐きながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。 バーベルのスクワット同様、膝を曲げる深さによって効果が異なる。慣れないうちは支えになるものに手を添えて、体を安定させる。負荷が足りなくなってきたら、ダンベルを持って行う。柱やラックの支柱の横に立ち、片手で持つ。溝落ち程度の高さが望ましい。つま先を正面に向け、息を吸いながら、上体を後ろに倒しつつゆっくり膝を曲げていく。この時、 大体と状態は常に一直線上にあるようにする。膝を曲げると同時に、かかとが浮いてくるのが正しいフォームである。状態を45度程度まで倒したら、息を吐きながら、元の姿勢に戻る。大体4等筋に負荷が集中する、ストレッチ種目。初心者は、自重だけで十分だが、負荷が足りなければ空いている方の手で、ダンベルやプレートを胸の前に抱えて行う。 しゃがんだ姿勢で大体の下にバーベルを構え、両手で持つ。息を吐きながら、膝を伸ばしていく。息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。しゃがんだ姿勢で大体の下にバーを構え、両手で持つ。息を吐きながら、膝を伸ばしていく。息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。傾斜のついたマシーンを用いる。 マシンのフットプレートに乗り、肩の高さにパッドを合わせる。しゃがんだ状態から息を吐きながら、膝を伸ばしていく。息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。